日本一ついてない中学生ついてない陽一はある日ラッキーマンに変身する能力を身につけた。この物語は地球征服を企む数々の侵略者を相手にラッキーだけで戦い続ける愛と真実のスーパーヒーローラッキーマンの汗と涙と笑いの物語である。沖のカモメに深しも取られてついてね。見上げてごらん夜空の星を、君にも見えるさ幸運の星が。ラッキークッキーもんじゃ焼き、あなたは今、あなたは今幸せですか。うう私いつも幸せです。ついてついてつきまくる、それが私だラッキーマン。ついてつきまくる、それが私だラッキーマン。先にヒーロー星に向かったラッキーマンを追い、努力マンも宇宙へと旅立っていった。そしてその途中、努力マンの口から意外な事実とその心の内が語られる。昔、努力マンが正式なヒーローを目指していた頃、兄の勝利マンと試合をすることがあった。冗談じゃねえ、蹴りはかわしてるんだぞ、風圧だけで。その時努力マンの実力を見抜き、堂々と戦ったのでは勝てぬと知った勝利マンに、努力マンは罠にはめられ、反則負けさせられてしまったのだ。結果努力マンは罰として200年間ヒーローになる権利を剥奪された。そしてその間、彼はある一つのことを思い、最強のヒーローとなることを目指して努力し続けていたのである。私は兄さんたちに成長した努力マンを見せ、真の正義というものを教えてやるのだ。狙われたヒーロー協会会長、これがヒーロー星か、切れたね。眺めは宇宙一だ。よし、飛び太くん、着陸だ。了解。さあ、着いたぞ、ラッキーマン。行きましょう。すごい出迎えじゃん。我々はヒーロー星の幹部だからね。幹部ってそんなに偉いの？ああ、会長と副会長の次に偉い。うわー、ヒーロージム、見て学ぼうヒーローシネマ、ヒーローコスチュームショップ、ヒーローパワーアップアイテムショップ。すごいな、ヒーロー星っていろんな設備があるんだね。ああ、すべてヒーローのためになり、ヒーローをより強くしてくれる設備だ。俺も昔は世話になったものだ。え、宇宙人対戦ルーム、本物の宇宙人と戦うの？ちょっと違うな。え、ラッキーマン、ちょっと見てみるか。見る見る。ここは人気があってなかなか順番が回ってこないのだ。おお。
よし、もう100円という具合にテレビに映し出されるシミュレーション画面で戦うのだ。早い話がテレビゲームね。ヒーローお勉強室？ヒーローも勉強するの？当然。ヒーローの歴史やヒーローの心得は常識として持っていなくてはならないからな。まあ、俺は一回も授業に出たことはないがな。わかるような気がする。あるからして、困っている星の人を助けるのがヒーローの仕事の第一なの。ヒーローも勉強は嫌いなのね。まあね。そしてここがヒーロー道場。ヒーロー同士練習試合をして互いの技を磨くところだ。見ていたら勝利の血が騒ぐ。久々にやるか。兄さんも好きですね、勝つのが。では私も。みんな注目。勝利マン先生。どうも翔くん、今日は特別に私が稽古をつけてあげよう。よろしくお願いします。さあかかってきなさい。お願いします。え、私は誰だ？勝利マン先生です。このヒーロー星ではどのくらい偉い？はい、勝利マン先生は幹部ですから、会長と副会長の次に偉いです。その偉い私を殴るっていうのか？あ、いえ、そのようなことは。突き槍！あじゃば。ほらほらほら、俺は幹部だ、偉いんだぞ攻撃。久しぶりに見るな。あら、友情マンは試合しないの？私、もちろんするさ。さて、そろそろいいだろう。愛情よりも、根性よりも、神宮球場よりも素晴らしいもの、それは、友情。君、大丈夫か？しっかりしなさい。ああ、友情マン先生。さあ、私が手当てしてやろう。すみません、幹部自ら。いいんだよ、幹部と平野差はあっても、ヒーローはみんな友達だ。友情マン先生、これでもう私たちは友達だ。はい。この兄弟って一体。天知る地知る人が知る、このヒーローの正体をもっとみんなに知られたい。うるせえ、静かにしようね。せっかく私の素晴らしい歌を聴かせてやってるのに、心の狭いやつだな。はいはい。はいは一回でいいんだよ。かかか。ドルクマ、セブンブリッジして遊ぶ？結構。じゃあ神経衰弱。結構。七並べ。こけた！いやあ、努力マンたらひどい。あの日、お前を征服してやるぜって言ったのは嘘だったのね。そんなこと言った。私、あの日が初めてだったのに。何よじゃ。ビー、うっそぴょーんだ。子供か、お前は。ああ、だって退屈なんだもん。もうそろそろ新曲歌いたい。やめろ。ロイオ兄さんたち。よし、とっても強いヒーローたちに30連勝と。とっても強いヒーローたち30人を友達にしたぞ。勝利マンが汚い手で勝ち、友情マンが解放して友達になってしまう。魔のビクトリー&フレンドリーブラザーズシステム、恐ろしい。あ、ねえ、どうでもいいけど、こんなことしてていいの？会長、命を狙われてるんでしょ？おお、そうであった。急がねば。あれがヒーロー協会会長のタワーだ。いやー、すっげー建物。
あのてっぺんが会長室だ。いやー、すんげー階段。会長、勝利マン、友情マン、ラッキーマンを連れ、ただいま戻りました。合言葉は？いや、合言葉を言わないとドアが開かないの？それほど事態は厳しいってことだ。ジャッキーチェーンは香港のヒーロー、メリー・ジェーンは角田ヒーロー。よし、入りたまえ。うわー、すごい部屋、でっかいトロフィー。あ、こっちもでっかい。すごいなー。あら、あ、こっちもでかい。でもこっちの方がやっぱすごい。壁一面頂上だらけ。あ、そう、あら、すごい。でもみんなヒーロー協会会長が自分に出した賞状だ。これちょっとずるくない？あら、どうしたのかな。あら、全ての罠をかわした。なんてラッキーなやつ。さすがラッキーマン、引き死に勝るラッキーなヒーローよ。ラッキーマン、あの方がヒーロー協会の会長だ。あっうわヒーロー協会会長だけあってかっこいい。おお、さすがヒーロー協会会長だけあってかっこいい。よく来てくれたラッキーマン。ゆっくりしててね。あじゃじじい、お面だったのね。苦しゅうない、近を寄ってちょうだい。あ、はい。ここ見て。はい、もっとよく見てよ。あ、はいはい。うわー、せーいやいや、引っかかった引っかかった。今日も会長、私は会長。大丈夫か、ラッキーマン。なんなんだこの親父は。ぶっ飛ばしてやる。あ、待て、会長は軽い挨拶のつもりなんだ。相手は会長なんだし、抑えて抑えて。会長だっつったって、おならはねえだろ、おならは。ところでラッキーマン君。はい。実は私は謎の宇宙人、よっちゃんに雇われた殺し屋に命を狙われている。そうですってね。そうなんだよ、命を狙われているんだ。なんだこいつ。あれ、ブーツを脱いだ。水虫かゆいの。くそ、おやじ。ラッキーマン君。だから何？どうか一つ君のラッキーで私を守ってくれたまえ。最初から素直にそう言えよ。わしも家に帰れば妻と二人の可愛い子供がいる。ああ、わしが死んだら妻と子供はどうすりゃいいんだろうか。そう言われても。15年も残っているうちのローンは誰が払う。趣味の盆栽の手入れは誰がやる。知らねえよ、やっぱこいつただのおっさんだ。そして何よりもこの宇宙の平和のために、わしのヒーローパワーをヒーローたちに与え続けるために死ぬわけにはいかんのだ。やっぱり隊長らしいところがある。死ぬわけにはいかないって言ってるのに、なんで命を狙うのか。だからそれやめろよ。会長、ご安心ください。我々3人が必ずや会長をお守りいたします。ありがとうね。さっぱり性格のわかんねえおっさんだ。あなた、食事ができましたわ。あなたはやめろ。あなたはもうそんなに仕事ばかりしてると体に悪いわよ。本当に努力バカなんだから、お父さんったら。お父さんはやめろ。お父さんは今日は記念日だから、とっても豪華な食事を作ってみたのよ。何の記念日だ。あら、忘れちゃったの。やだわ、私とあなたが初めてキスをした日じゃない。いつそんなことした。冗談だよ冗談。あ、あれはなんだ。あれオリオン座大星雲だ。あー、綺麗だな。宇宙ってすごいよな。こんな光景を見ていると、地球上で生きている俺たちなんて本当にちっぽけな存在だと思えるよな。ねえ、ボフラだからな、お前はよ。
ボウフラだって生きているんだ、友達なんだ。ああ、生きてる生きてる。さあ飯行こうかな。はい、あなた。あなたをやめろ。はい、お父さん。そうそう、飯の前に風呂に入るぞ。一緒に。ところで会長、この部屋に入れるのは私たちの入ってきたあのドアだけですか？うんとね、ちょっとあとここに窓があるけどね、これ開かないの。窓か、窓は危険です。ライフルで狙われたら。殺し屋もどこからかわしを狙っているのだろうか。しかしわしは死ぬわけにはいかんのだよ。美しい宇宙を、宇宙に住む数多くの命を守るために。会長。おっさん。待ってたぜ、この時を。いやー、今の言葉ズコンと胸に来ちゃったよ。ただのおっさんかと思ったら、ネケネケどうして。しっかり会長してんじゃん。あら、ありがとう、ラッキーマン。君が押してくれて助かったよ。いや、ただのラッキーっすよ。そのラッキーがいいんだってば。さすが私の見込んだ男だよ。全宇宙の平和のためにあなたを死なせるわけにはいきません。ラッキーマン。なんだこいつは。今まで外したことのなかった俺の弾を外しやがった。だったらお前から。うん、あら、こら、殺し屋、俺と勝負だ。そして俺が勝つ。よし、わかった、友達になろう。なんだこいつらは。皆殺しだ。俺と勝負しろ。友達になろう。もう、せっかくかっこいいとこだったのに。そう、まただ。こうなったら。どうもありがとう、ラッキーマン。助かったぜ。いや、とにかく窓には近づかん方がいいようだな。何でもできてしまう。こんな怖い目に遭うんだったら、ヒーロー星なんかに来るんじゃなかった。地球にいればよかった。地球にいれば、みっちゃんとハイキングに行ったり。ラッキーコーキー、まだの三つ飽きってわかる。怖いよ、みちゃん、向こうへ行こうよ。爆破してやる。で、どうしてそんなものを。地球にいれば、みっちゃんと遊園地に行ったり。ついてないくん、楽しい？僕、こういうの苦手なんです。ほんと？じゃあね。みちゃん、どこへ。うわー、いつの間にそんなものを。うわー、うわー、もっと楽しくしてあげる。うわー。うわー。地球にいれば、みっちゃんと水族館に行ったり。わー、綺麗な魚だね。おいしそう。はい、刺身で食べたいわ。ついてないくん、一匹取ってきて。そういうわけには。役立たずね。いつの間にそんなものを。ついてないくん、刺身醤油くれる。それどころじゃないって。
なくてよかった。うわっ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 。銃撃が止んだ。どうしてだろう。ひょっとしたらラッキーマンのおかげかもしれんよ。どうかね。ご説明しましょう。あの騒ぎの中でラッキーマンがトロフィーを盾にした時、飛んできた弾がトロフィーの内側で U 字型に滑り、ロシアの方を向いて戻っていったのだ。ご説明終わり。俺のライフルをかわすどころか俺に打ち返してくるとは。許さん。どんな手を使っても必ず全員。殺す。ラッキーによりヒットマンの銃弾からヒーロー協会会長を無事守ることができたラッキーマン。しかしそれがヒットマンの闘志に火をつけた。果たしてラッキーマンは会長を守りきることができるのか。ずっと殺し屋に狙われるなんて怖いよ。やだやだ、早くお家に帰りたい。あれ、もう一人のラッキーマン見っけ。なんだ、そんなら僕別に帰ってもいいんじゃないの。嘘、お前本当は僕に変装した殺し屋。みんな信じて、僕が本物のラッキーマンだよ。次回、来週、恐怖の殺し屋ヒットマン、お楽しみに。空を飛んでパラシュートで恋を運んでくるわ。朝からこんな夢を見られるなんて、私は幸せの渦の中なんてラッキー。ビーズのようつながり続ける、幸せをみんなにあげましょう。恋はブーが小豚のように、花女らしい。恋はブーが小豚のように、お尻を振って